フォーダンスモエナ13は、スウェーデンで開発された、指向性の大車両地雷である。国際的には、FFV013 と呼ばれる。本体、三脚、ワイヤーといった部品で構成されており、箱状のケースに収められている。組み立て、設置後はワイヤーを開始発火具で手動で起爆させ、爆発すると、複数の金属球を前方方向へ飛散させる。そのため、 大車両地雷として開発されたものの、実際には、対人地雷の代替として、対人使用も想定されている。陸上自衛隊でも FFV013 を、ライセンス生産したものを、試行性三段として導入した。配備当初の正式名称は、試行性三段地雷だったが、1998年に、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び異常の禁止並びに廃棄に関する、 条約を批准、発行した後は、地雷という文言が削除されている。条約が対象とするのは、無差別に人を感知して、自動起爆する形式の地雷であるため、手動式で運用される砲弾スモイナ13を厳密に区別した形となった。現在では、指向性3弾を代替する装備として2002年から導入が開始された、対人障害システムの構成要素の一つとして、 指向性散弾を指令装置、監視装置を用いることで遠隔地から無線で操作できるようにした障害、通型として配備されている。木などに取り付ける形式のフォーダンスモエナ 13R という型もあり、こちらは国際的に FFV013R と呼ばれる。フォーダンスモエナ十三と本体を比べると爆薬など内容物を減らすことで軽量化されており、幅、 高さが同一なものの奥行きが短い。ありがとうございます。